込んだ勇気だけは褒めてやる、うん、これが貴様らの領域だというのならこの俺が土足で踏み込んでやる。お前たちは栄えある人類絶滅の最初の二人となる。誇りに思うがいい。我のターン。刮目せよ。原初にして究極波動王道を凌駕した比類なき力しかと思い知るがよい。我はスケール0の覇王門ゼロとスケール13の覇王門インフィニティでペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラム召喚。我のもとに集え我がしもべたちよ。覇王剣竜ダークブルーム。これにてターンエンド。俺のターン。ドロー。手札からコストダウン発動。このカードは手札を1枚捨てることでモンスターレベルを2下げる。現れよクリスタルドラゴン。マジックカード死者蘇生発動。現れろ王一体のクリスタルドラゴン。やれ。まずは奴のモンスターを巻き物にしろ。バカな。ダーツのライフが減っていない。覇王門ゼロのペンデュラム効果発動。我のフィールドに覇王モンスターある限り我にダメージは与えられない。なんだと。覇王門インフィニティの効果でそのダメージの数値分だけ我のライフポイントが上昇する。誇れ。もう一体のクリスタルドラゴンがいる。覇王門ゼロと覇王門インフィニティの交換発動。ダメージは無効となりその分のライフを回復する。こいつらがバトルしたことにより俺は2枚のブルーアイズをデッキから手に入れる。俺はこれでターンエンドだ。我のターン。ペンデュラム召喚。再び現れよ青剣竜ダークブルーム。スタイロとマナと持つ剣族よ、その鋭き両目で耐えた敵を焼き尽くせ。現れよ青剣竜オットアイズ。攻撃力の低いモンスターで仕掛けてくるだと。覇王剣竜オットアイズがある限り互いのターンに一度ペンデュラムカードの破壊を無効にする。バースマジック攻撃の無力化。その攻撃を無効にしてバトルフェーズを終了させる。ほう。俺は覇王剣竜オットアイズの効果発動。このカードをエクストラデッキに戻し覇王剣竜ダークブルーム2体を特殊召喚する。そして相手フィールドに存在するエクシーズモンスターの攻撃力をゼロにする。これにてターンエンド。そして俺はこのドラゴンたちの魂によって新たなしもべを導く。現れブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴン。天使の施しを発動。デッキから3枚カードを引き手札から2枚捨てる。俺はリバースカードを2枚セットしマジックカード命削りの豊作。その効果は手札を5枚になるようにドローする。一挙に手札を増やす代わりに5ターンを全ての手札を捨てることになる。マジックカード強力な壺。その効果で
俺はさらにデッキからカードを2枚引くことができる。さあ、やつを焼き尽くせ。滅びろ。のカードが破壊されたとき、手札からこのモンスターを特殊召喚することができる。今ここに降臨し、この我に力を与えよ。いでよ、アストログルーヴ。アストログラフマジシャンの効果発動。破壊された全てのカードを復活させる。俺のターンは終了だ。我のターン。アストログラフマジシャンは自らをリリースすることだ。デッキ、エクストラデッキ、フィールド、墓地から四天の竜を除外し効果を発動する。なんだ。そして破壊されたモンスターのプレイヤーにその攻撃力の合計分のダメージを与える。トラップカード、バーストブレス発動。スピリットドラゴンを生贄に捧げ、守備力1000ポイント以下のモンスターを全て破壊する。なかなか面白かったぞ。よくぞ我のエンタメに応えた。褒めて使わす。これにてターンエンド。俺のターン、ドロー。王の魂の足かせは外れぬらしい。儀式召喚降臨せよ。ブルーライスカオスマックスドラゴン。これがお前のエンタメか。ならば我も楽しませてやろう。我がエンタメで。レゾクトラップ、青ランドを発動。レゾクトラップ、青ランドの効果により我のフィールドの覇王カードは破壊されない。究極のドラゴンを呼び出せ。無休の時、その資源に秘められし白い力に成り交わす魂の響きに震う羽を広げ、青の深淵よりいでよ、ディープアイズホワイトドラゴン。そしてこのモンスターが召喚されたことに、貴様は墓地のドラゴンの怒りを受ける。愚かな。青モンスターある限り我にダメージを与えられることを忘れたか。我がモンスターを破壊したことで、エクストラデッキから青剣竜2体を守備表示で特殊召喚する。ランク4、青剣竜ダークリベリオン。現れろ、青剣竜ブリアン。ディープアイズよ、カオスマックスドラゴンの力を受け継ぐがいい。青剣竜クリアウィングが特殊召喚されたとき、相手の全てのモンスターの効果を無効にし破壊する。ザラは貴様のモンスターも道連れだ。あれは破壊されない。そう、決して。
て破壊されないのだ。俺はこれでターンを終了する。我のターン。バトルだ。お前たちの力はこの程度か。サイクロン発動。フィールド上のマジック、トラップカードを1枚破壊する。この後に及んでそのような小細工が我に通じると思うか。青ランブの効果で1ターンに1度青カードの破壊を無効にできる。この時を待っていたぞ。貴様のライフ回復コンボ、このカードで破壊する。マジックカード大嵐。大嵐は全ての魔法トラップを破壊するカード。ぜひ特攻魔法スマイルユニバース発動。エクストラデッキからモンスター効果を無効にしてペンデュラムモンスターを可能な限り特殊召喚する。冒険竜ダークブルーム。エンデュラムモンスターは不滅だ。破壊されても何度でも蘇る。我のターン。最後は俺の手でとどめを刺してやる。俺は DD 魔導賢者シュレディンガーを攻撃。トラップ発動。カウンターゲート。攻撃を無効にし俺はカードをドローする。それがモンスターカードだった時特殊召喚できる。我が力によりドローフェイズ以外に手札に加えたカードを無効にし、そして破壊する。貴様融合冒険竜スタートベル。これにてターンエンド。次のターンのドロー全てがかかっている。俺のターン来た。伏せていたカードは催眠術。このカードは貴様のモンスターの攻撃力を800ポイント減らすことができる。思った通り、あくまで破壊されないだけである。いかなる魔法トラップが効かないわけではない。魔法再生を発動。手札のマジックカード2枚を墓地に送り、自分の墓地からマジックカード1枚を手札に加える。マジックカード命削りの宝札を発動。この効果によりデッキから新たに5枚のカードをドロー。我のターン。行けスタートベル。エグゼクティブ天神を応援され。マジックカード発動。コマンドサイレンサー。バトルフェーズを終了させる。おかしい真似を。ただコマンドサイレンサーの効果により俺は手札を1枚ドローする。ターンエンド。我が行う世界崩壊こそ最高のエンターテインメント。それを止められるものなら止めてみるがいい。勝負は次のターン。俺のターン。このカードに全てをかける。
魂の解放を発動。互いの墓地から5枚までカードを選択し、ゲームから除外する。ライフを半分支払い、異次元からの機関を場より発動。異次元からの機関、それはゲームから除外されたモンスターを召喚可能な限り自分のフィールドに攻撃表示で特殊召喚するカード。召喚された時、相手の全てのモンスターの効果を無効にし破壊する。そんな反撃は読めているわ。速攻魔法ガードオブカード。このカードは手札を1枚捨てることによりモンスターへのダメージを防ぐことができる。小娘が進化した最強ドラゴンの姿、その目に焼き付けるがいい。融合召喚、今こそ現れよ、レオブルーライン、アルティメットドラゴン。モンスター効果発動。我は融合もエクシーズも、もちろんシンクロモンスターの効果も受けない。俺の未来へと続く栄光のロード、それを汚すという相手が誰であろうと、この手で粉砕する。暴れ、我に敗北などありえない。この瞬間、味方のモンスター一体を生贄に速攻魔法発動。エナジーリフレクト。エナジーリフレクトの効果はプレイヤーへのダイレクトアタック。くだらん。ブラックマジシャンキャラだ。お前には俺にダメージを与えた罰を受けてもらう。おざくな。ネオアンセプトドラゴンは3回攻撃が可能。さま、これで貴様を守るものはない。何をする？やめろ！ギレウセロ遊戯！ハイパーデッドバーストボールオーレモンスターでは無い。神だ。